それではただいまよりラム会長とラク選手の婚約記者会見を行います。晴れた日に、皆様お越しいただき誠にありがとうございます。こんなね、私たちのために会見もねできるってすごい喜ばしく思っております。いやー、楽ちゃん、私は嬉しいよ。今日こうやって迎えられてありがとう。はい、私も嬉しいです。本当に思ってる？はい、嬉しい？はい、本当に？多分まあね、今日こうやって会見もできることは本当に嬉しいですし、やっぱりね、そのトリプルシックスのリングにラクちゃんが来てくれるっていうのはね、本当に嬉しいね、うん、ありがとう。え、最初聞いた時はめっちゃびっくりしました、うん、初の他団体さんということで、そうなの？もうプロレスラーとしてわーって感じでした。わーって感じね。わーって感じ。本当に可愛いでしょ、うちの子。本当に可愛いですよ。もうね、本当になんかこうやって今日婚約って感じでねやっているんだけどさ、どう？婚約記者会見してみて。初めてでしょ、だって。でも婚約記者会見ですけど今日あの道で待ってたんですけど、お迎えに来なかったじゃないですか道で待ってたけど私がお迎えに行かなかった。超怒ってまあそうだよね、うん、ごめん、そんな拗ねると思わずごめん。なんかお迎え行かなかったこと、そんなに根に持ってる感じかな。で今日電車で来たのでなんかタクシー代とか振り込めばよかったかな。いや、高級車でラムさんが運転してお迎えに来てほしかったんですけど。なるほど、ちょっとそこまでちょっと考えてなかったな。ちょっとでもさ、ちょっと何ですか？婚約会見だかなんか知らないですけど、あの8月2日の試合の会見って聞いてきたんですけど、え、忘れてません？僕と光さん、あんまいるんですけど、ちょっと、え、ちょっとどういうことですか？ちょっとなんか僕の方がラム会長と付き合い、ラクさんに長いし、きっと光さんもめっちゃラム会長のこと好きですよ。ちょっとそうだね、ちょっとなんか2人の世界に浸りすぎて、ちょっと試合っていうか、ラクちゃんが来てくれるっていうだけちょっと舞い上がっちゃって、はい、ポムちゃんとヒカリちゃんのことまでちょっと考えられてなかったわ、はい、いやまあまあそうなんだよね。ラクちゃんには申し訳ないけど、ポムちゃん一番長いんですよ、付き合いが実は。でヒカリちゃんも実はラクちゃんより前からラブコールを送ってくれてたんですよね。ってことはみんな私のことが好きってこと？うん、いやまあこれはさ、もうさ試合でもうどうにかみんな私の好きをぶつけてもらうしかないんじゃないかな。そうですよね。はい、では8月2日ポムちゃんも初参戦、ただ団体、はい、はい、そうです。でラクちゃんも初参戦だよね。しかも男子のリングに登場のこんな清い人たちが来てくれるっていうことで、皆さん楽しみにしてください。え、婚約会見こんな感じになっちゃったけど、いい？大丈夫ですか？いや、婚約会見じゃないから。え、じゃないから試合の会見ですよね。あれそれではよろしいでしょうか？はい、それで、質疑応答を行いたいと思います。質問がある記者の方、挙手にてお願いいたします。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあまず、ラム会長から今回、特別なステーションで、女子プロレスの、はいはい、カードを組んで、そのメンバーを希望した理由みたいなのってありますか？そうですね、とにかくなんか、まあ、せっかくなのでゆかりのあるメンズをと思いまして、このメンバーにさせていただきました。
先ほども言いました通り、そのポムちゃんがなんちょっとあんまり言えないんですけど一番長い付き合いでしてですし、ひかりちゃんもずっと私のに、ね、ラブコールを送ってくれていました。そして隣にはマイワイフ、これはもう当たり前ですよね。もう最初から彼女だって決まっていました。なのでまあこのメンバーになったのはまあ当たり前なことかなと思います。あのラク選手、あの3人で会長に愛を与え合えばいいんじゃないかみたいなことを会長もおっしゃってましたけど、それについてはどのようにお考えでしょうか。なんか私がラムさんのこと好きみたいで嫌ですね。違う、相思相愛じゃなかったの。ちょっと言わないけど、まあ、ちょっと勝ってくれたら好きになるかもしれません。これは勝つしかないですよ。はい、月刊アマゾネスです。仲睦まじいお二人ですが、なれ初めなどを聞かせてもらえればとお願いします。なれ初め、はい、そうですね、私が控室で口説きました。単刀直入に控室ですごく可愛い子がいじらしく端っこにいたので、私から猛アプローチをして、このように至った。プロレス界ではあるあるな話かと思います。ありがとうございます。他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか。ポム選手は試合の中で気になるのは会長、オラク選手どっちが気になりますか。どっちが気になるというか、2人は婚約会見をしてるって言ってるけど仲がそんなに良さそうじゃないので、それを暴いてやろうと思います。シュープロさん、なんかないですか。シュープロさん、これあのお二人が勝ったらどんなハッピーエンドを迎える感じになると思います。すごい、めんどくさいこと聞いてきましたね。どんなハッピーエンド、それは次はあれですよ、結婚式生中継ですよ。はい、あれ結婚式前にしまして、もう一回、もっと大々的に新婚旅行、新婚旅行ですよ。新婚旅行の DVD 作ります。お願いします。それでは、ご質問がある記者の方いらっしゃらないようでしたら、フォトセッションを行います。はい、それでは、フォトセッションを行います。前の方にお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは3選手ありがとうございました。ラム会長スペシャル女子プロレスタッグマッチ、激闘にご期待くださいませ。